こんにちは、本郷奏太です。先日シャイニースター V を5ボックス開封しました。正直に申し上げますと、あまり芳しくない結果、いや、なかなかに渋い結果だったんじゃないでしょうか。リベンジしようじゃありませんか。今日こそは色違いのリザードンを当てに行きたいと思います。開封、極限までリザードン力を高めるためにリザードン持ってきましたよ。置いておきましょう。空っぽのモンスターボールも置いておこうと。おいでおいで、リザードン。よいしょ。ああ、モンスターボールに当たってしまった。さあ、準備が終わりました。一箱目。いくぜ。おりゃー。砂蛇、テブリン、ガラルバリアード、ガラルダルマッカ、ガラルマスグマ、トリツカイ。トリツカイ好きなんだよね。ああ、リザードン、ごめんなさい。本当にごめんなさい。お待たせしました。風船がポワポワ光ってる。風船っぽい光り方。糸丸、トロッコン、サルノリ、クチタケン。クチタケンも嬉しいね。ヨクバリス、ルミナスメイズの森、ゲンガ、ジュラルドン。バイウールの色違いだ。一箱目の色違いはバイウール V でした。ホップが使うモンスターね。まあ持ってないからいいでしょう。エレンネ、ドガース、サチムシ、ギルガルド、ダストダス、モルペコ。あ、モルペコは超熱い。え、超可愛いんだけど。この満腹模様の時ですね。あー、可愛い。喜んでる喜んでる。イエーイ、これは嬉しいぞ。バイウールよりも嬉しいです。一箱目はこんな感じ。二箱目。いやー、パック開封っていうのは一番ワクワクする瞬間だよな。カードゲームをやっていて、こうさ、なんでさ、何が出るかわかんないものってこう惹かれちゃうんでしょうね。ガチャガチャとかさ、ちっちゃい頃ずっとやってたわ。いきますよ。テブリム、ガラルバリアード、チラーミー、トレーニングコート、カマス城、クイックボール。クイックボールは何もやってもあるし、ネギガナイト、ジュラルド、無限ダイナ、V マックス、ガラルニアス、マホミル、ヒメンカ。ヒメンカってさ、ちょっとさ、あの野沢雅子さんに似てない？はい、カヨガ、ストリンダー、テブリム。お、テブリム、テブリム、テブリムちゃん、かわいいじゃない。このさ、髪の毛なのかな、ここでこう自立してるのがさ、かわいいですよね。よいしょ。あ、チラーミー。え、ちょっと待って、ちょっと待って、これ重ねて開封しちゃってんだけど、ちょっと待ってよ。この色違いが連続できてるってことは、色違い10枚パックの可能性がある。え、ちょっと待って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 、ちょっと待って、これ次めくってそれも色違いだったら、色違いが10連で来る可能性がとても高い。見てみるよ。え、どうだろう。あー、来てる来てる来てる。あ、来てる来てる来てる。あ、これ、ちょっと落ち着いて説明しますね。これあの1パック10枚入ってるんだけど、今こうまとめてね、重ねちゃってるだけで、その1パックの中に色違いが10枚入ってるってパックがごく稀に存在するらしいので、多分今それが来てる。やばい、ドキドキしてきた。で、しかもその10枚の内訳っていうのが、このちょっとしたこの普通のモンスターたちが7枚来た後に、この SSR っていうクラスが3枚来る。で、その SSR っていうの中にリザードンやリザードン VMAX が入ってるんですよ。入ってる可能性があるんですよ。やばいやばいやばい、来た、やばいやばいやばい、来い、うわ、激アツ。え、ちょっと待って、あ、落ち着け。これ20ボックスに1パックの確率らしいですよ、なんか噂では。福太郎、いいよいいよ、君たちはいいのよ。うわー、すげえ、色違いが連続だ。丸役で、ででんね、で、インテレオン、1、2、3、4、5、6、もう1枚出るか、もう1枚 S が出て、石炭山で、こっから3連続で SSR が来ます。あー、リザードンチャンスが3回もある。やば、ちょっと待って、いきますよ、来い。あー、 SSR だ。ちょっとナンバリングは分かんないけど、弱点は何？雷弱点。雷弱点ってことは、まあ、リザードンではないけど、ちょっといきます。えい、あー、ラプラス持ってない。え、かっこいい。ラプラスはね、強いポケモンだから普通に嬉しいです。ただあと2チャンスになりました。もう一気に行くよ。来い、リザードン。うわっ、タイレーツはどうなんだ。
あーでもすごいパックで、あとワンチャンスか、ワンチャンス、ちょっと上をチラ見して、ちょっと待って、なんか、今ね、この、このね、V か V マックスかをちょっと確認したくて、ちょっとだけ下にずらしたのよ。そしたら、なんか、炎っぽいエフェクトが見えたんだけど、ちょっと待って、あ、やばい、あ、今すげえ楽しい、すげえ楽しいけど、今だけかもしれない、楽しいのは。ふう、落ち着け。なんか、だから今、この、こういう感じの炎のエフェクトが見えたわけで、絶対に VMAX のここだった。やば、ちょっと一気にいっちゃう、ちょっとカメラも寄りましょう。いきますよ、ゴリリザード VMAX。 なんだよゴリが、なんかさ、この辺のさ、この何モヤモヤっつうの、これが炎だと思ったじゃん。ゴリランダー何してくれてんだよ。くそーっていうのもゴリランダーにかわいそうだから言わないようにしようと思ったけど言っちゃった、ごめんね。ただすごいパックでした。この内容が1パックの中から出てるってことだからね、すげえ丁寧に開ければよかった。まあでも色違い10枚パック引けたってことなんで、それはめちゃめちゃ嬉しい。リザードンじゃなかったか、スリーチャンスもあったんだけどな。まあまだわかんない、他の3ボックスに同じパックがもしかしたら入ってるかもしれないから、ポジティブに行こう。じゃあ次は3箱目。いやー、リザードンこそ来なかったけど、めっちゃドキドキしたな。めちゃくちゃ脳汁出た、楽しかった。よし、3箱目。いいんだよ、そろそろ来てくれて、リザードンくん。略で、グレッグル、ココガラ、ジメレオン、ターフスタジアム、アリアドス、モスノウ、ジナイパン。お、はっ、早いよ、ラプラス、さっき出たよね。ラプラスでした。3箱目の SSR は基本的に1箱に1枚しかこの SSR っていうレアリティは出ないんで、ここからはもうパパパッとまた並べていきます。3箱目の色違いはこんな感じ。4箱目いきましょう。結構ホラーチョウ、バチンキ、お、青ガラス、なんかつぶらな瞳可愛くない。スリンダー、スイクン、ドラパルト VMAX の色違い SSR。 あ、これはね、普通に欲しかった。ドラパルトデッキ、クモーっと。え、めっちゃかっこいい。このさ、黄色色違い結構可愛くていいよね。対戦でも使ってます。あ、あ、ローズの SR が来た。お、不意打ち、深く、不意打ちだったから嬉しい。イエーイ。うおー、腹出てる。4箱目はこんな感じ。ローズ型のピカチュウ VMAX デッキ使ってるんで、これ普通に嬉しいです。なんか最後はさ、ちょっと SR10 枚パックの奇跡もさっきあったし、ちょっと丁寧に1パックずつ抜いていこうかな。グラメシア、ギモー、メッソン、ウッウッ、オトスパス、クチタタテ、ネギガナイト、オレシナムのアメイジングレア、ラプラス。なるほど、2パック目。あ、ドロンチ、いいじゃん。ドロンチの色違いが来ました。と、スイ君、次のレアが来て、次、あ、SSR かな、あち、 SSR だ、 SSR です。これが色違いです。お願いします、ラストチャンス、ラストチャンス。なんだ、ネオロンゲは持っている。くー、でもね、じゃあ2枚出たってことはこいつのデッキを作るか。 OKOK。 今回の色違いはこんな感じ。色違い10枚パックを引いたことによってたくさん集まりました。一番嬉しかったのはモルペッコちゃん。さあ今日も見てくれてありがとうございました。まあなかなかリザードンというポケモンを捕まえるのは難しいということが分かったんですが、色違い10枚パックを引いたのはめちゃめちゃ嬉しかったし、テンション上がりました。なんかさ、コンプリートしたくなっちゃうよね、ここまで来ると。この色違いを、あ、お小遣いがもうちょっと貯まったらまたパック買いたいと思います。前回もちょっと話させていただいたんですが、12月の4日にこのシャイニースター V と V スタートデッキを使った配信番組に出させていただくので、そちらもよかったら見てみてください。みんなも一緒にポケ化しようぜ。では今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとう。バイバイ。